梅沢商業高校野球部主将の宮沢裕太郎です。3年生全員でチームを引っ張り、全員野球で頑張ります。全員全力野球をスローガンに、夏に向けて練習を積み重ねてきた米沢商業。3人の3年生が中心となり、前向きで明るい雰囲気を作り出しています。チームを率いるのは今年春に就任した西塚監督です。春に下位打線がなかなか機能しなかったのが、少しずつヒットが出るようになってチャンスが作れるようになってきたので、誰かが出てチャンスメイクをすれば、上位で得点に絡めるかなというところを期待しているところです。攻撃の中心は春の大会から好調を維持する佐野力斗。長打はもちろん、チャンスでの勝負強さが持ち味。チャンスの時などは特に笑顔を忘れずに打席に入るようにして、強気で自分が返すぞっていう感じで打っています。エースは2年生の白木幸之助。春のフォーム修正で増した制球力で相手打者を打たせて取ります。守備面なんですけども、二遊間が3年生なんですけども、割と守備が安定しているので、ランナーを出したとしても、なんとかゲッツーが割と取れていることが多いので、二遊間あたりがしっかり内野の要でゲッツー取れればムードも良くなるので、その辺を期待しているところです。中学校からショートやっているので、打球の判断だとかピッチャーのコースだとか、そこら辺を見て打者の一人一人とか一球一球に一歩でも右行ったり左行ったり、そういうところを心がけています。アラーム4でいいかな。自分の力を出せば戦えるというのが選手も分かっていますので、まず1勝して勢いに乗れば、本当に面白いチームかなというふうに考えているところですので、まず初戦突破というところから一戦必勝で頑張っていきたいというふうに思っています。春の大会は点が取れなく負けてしまったので、点を取って勝つというので、チーム全員で戦って頑張っていきます。テンション上げていくぞ。よし。